今年7月に開幕するパリオリンピックの水球日本代表の荻原大地選手が鹿児島市役所を表敬訪問しました。鹿児島市役所を訪れたのはパリオリンピック水球日本代表で鹿児島市出身の荻原大地選手21歳です。鹿児島南高校を卒業後、日本体育大学に進学。大学2年生の時、初めて日本代表に選ばれると、去年のアジア大会では、日本の53年ぶりの優勝に貢献しました。もう人よりもやっぱり、その先を行くという強い意志をお持ちですか。やっぱ自分はその夢とかに対して、非常に多分他の人よりも執念深いっていうか、そういう気持ちがあると思うんで、やっぱその夢の強い気持ちがこの結果につながったっていう。荻原選手は高校生の頃から掲げていたオリンピックという夢の舞台で、シュート力を武器に迫力あるプレーを見せたいと話します。この応援を結果で返して恩返しできればなと思ってます。チームが勝つことが一番なんで、ベスト8目標を達成できるように、チームに貢献できるように、攻守ともに活躍して目立っていけたらなと。来年度からは海外でのプレーも見据えている荻原選手、パリでの活躍に期待です。